2022年の m 1グランプリ王者、ウエストランドの河本太40が、酒に酔ってタクシー運転手を相手に暴行事件を起こしていたことが、週刊文春の取材で分かった。 とっくみ合いの喧嘩が、じゃない方芸人の川本岡山県津山市出身で、中高時代の友人だった河本と井口博之、40の2名で2008年に結成されたウエストランド、井口の歯に気抜きせぬ芸風が話題となり、22年の無、ングランプリでは、まるにはあるけど、かかけるかけるにはないという、あるなしクイズ、ネタで優勝、その後も勢いは衰えず、テレビやラジオに数多く出演している。 タクシーを突然蹴り上げ、ボソッと河本が一言つぶやくと、井口がマシンガントークで突っ込むのが彼らのスタイル。M1 王者になる前から井口はピンで番組に出演しており、河本は、じゃない方、芸人の筆頭格でした。バラエティ番組では井口が、圧倒的に口数の少ない河本に対し、ちょっとは仕事しろ、と怒鳴りつけ、河本がうまく返せないというやり取りがお約束となっています。芸能記者 そんな河本のトラブルが起きたのは4月20日の夜10時頃のこと JR 品川駅高輪口にある交番前の路上でタクシー待ちをしていた河本がやってきたタクシーの車体の後部を突然蹴り上げたのだ特っ組み合いの喧嘩が始まった目撃者が語る運転手さんが怒って車から出てきて注意したところ河本さんと特っ組み合いの喧嘩が始まったんです その際、川本さんは運転手さんの左腕に噛みつき、前歯が欠けてしまっていました。その後、駆けつけた警察官に2人は連行され、警察署で事情聴取が行われた。ただ、喧嘩量成敗ということでお互いに被害届は出さず、事件化は見送られたようです、事務所関係者。このトラブルについて、所属事務所タイタンの太田光代社長に聞くと、トラブルの事実を認め、次のように答えた。 当日、川本は友人と酒を飲んでいたと報告を受けました。彼は酒が弱いのであんなことになってしまった。タクシーに乗車拒否されたと思って車体を蹴ってしまい、運転手さんから注意され暴れたようです。運転手さんに羽交い締めにされた時に、運転手さんの腕を噛んで、前歯が折れた。さらに、おそらく地面に押さえつけられた時だと思いますが、差し歯を含め、全歯3本が折れて顔も怪我した。 私の方から川本にきつく説教し、本人はもう酒は飲まないと反省しています。お相手の治療費などはこちらで保証させていただく予定です。ウエストランドといえば、井口博之が誰にでも噛みつく芸風で知られているが、まさか相方の方が本当に噛みついてしまうとは。